マサトさんっていうのはきっと修行じゃない禅だろうなっていうことはもうずっと考えていて、自分のすごい大好きな宝物みたいな、なんか羅針盤に見えるんですよね、あれが僕はね。人の価値観というのはやっぱり人それぞれであって、言葉の海を例えば泳ぐとしたら、彼らはあんま動く泳げないし、だけどなんか潜っていくのは得意じゃないかっていう。